泊が吹いても剥げない国産仏壇、輪島漆器仏壇店の永田光輝でございます。これはお焼香用の三好香炭、あの炭ですね、この上に焼香用のお香をかけます。あの実はですね、あのこれ1枚がだいたい、この1本がですね40分ですね、実はこう半分に折れるようにもなっております。こうやってよいしょ、これ今ちょっと折りましたけどですね、半分に折ったら、まあ、大体その半分20分ぐらいですね。これでですね、あのここのところにですね、折ったところに火をこう、例えばあのお仏前のろうそくとかライターで つけていただくと火がつきやすいですね。角の方から連れてつけていただくと火がつきやすいと。でよかったらこっちとこっち、まあ、あの火傷されないですね、よかったらピンセットあたりでですね、まあ、こっちとこっちをですね、あの火をつけて、で灰の上にこう乗せていただくという形ですね。あの灰がですね、まあ、例えばこういうお香炉でもいいですからですね、これにこの灰を置かれてですね、その上に置かれて、でしばらく経ってよく燃えてきたらもうお焼香ですね。あのこれはもうあのよく皆様はですね、あのお葬式とかで法事とかでも使われると思いますけど、まあ、その焼香用の灰でございます、あの炭でございますね。三好香炭焼香用炭380円、当店で扱っております、一つよろしくお願い申し上げます。